プレッシャーかけすぎてたなら謝るよ。立花さんは十分頑張ってるよ。どうぞ。ありがとう。みなき、夏休みってどっか旅行とか行った？いえ、キャンプはしましたけど。彼女と？いませんから。今の質問もセクハラか。ごめん。お疲れさん。丸尾支店長、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、いたいた。立花さん、この間大ハッスルだったね。おめでとう。ありがとうございます。相沢課長にご指導いただいたおかげです。相沢君、頼りになるでしょう。はい、とても。立花さんのフォローしっかりね。はいはい、じゃあよろしくお願いします。おー、平野じゃないか。どう、調子は？絶好調でございます。いいから働きなさいよ。じゃあ皆さん、今日頼みますね。はい、お願いします。はい、相沢課長、早速一件ご同行お願いしたいんですが。通販会社で商品は5ドル祭です。分かった、資料用意しといて。できてます。おお。ここのビルみたいですね。ここ。立花さん。はい。俺一人で入って名刺だけ置いておこうよか。いえ、大丈夫です。失礼いたします。本日はよろしくお願いいたします。もっとおばさんが来るのかと思った。では失礼いたします。どうでしょうか、投資の方は。興味あるよ。今日起業家集まるパーティーあるから営業に来れば。電話番号教えて。プライベートな連絡先はお教えできないことになっております。経験値もない女営業よこしといて。そりゃないでしょ。立花は優秀な投資コンサルタントです。どうせ金持ち親父とイチャついて資金調達してんでしょ。枕営業側だもん。早川様、申し訳ございません。お客様を選ぶ権利は私どもにもございますので。失礼いたします。それが客に対する態度。偉そうだね。何するんですか。殴ってに、それか土下座して。お客様でないのなら、なおさらご要望にお答えするつもりはございません。あ？殴るとか土下座するというご要望に
お答えできないということです。帰りましょう、相澤さん。すみません、私の下調べ不足です。立花さんのせいじゃないよ。私少しでも支店の業績に貢献したくて。プレッシャーかけすぎてたなら謝るよ。立花さんは十分頑張ってるよ。女だから舐められてたんでしょうか。かばいきれず本当に申し訳ない。そんな、相澤さんが謝ることじゃ。いや、俺のフォローが足りなかった。顔上げてください。じゃあ週末ゴルフ付き合ってもらえますか。え、平野さんも誘って。ああ、うん、私めげずにまた頑張ります。あ、平野だ。ちょっとごめん。